はい、皆さんこんばんにちは。そしていらっしゃいませ、安田久美です。というわけでファークライファイやっていきまーす。よっ、まあ、キャラクリして終わったとこですねさあ、でまあダッチと話しようではないかというところですね。ダッチっていうとダッチ。いいよ。自己紹介がまだだったな。俺はダッチと呼ばれてる。外の状況をつかもうとしてるが、よくはなさそうだな。ダッチ。情報によると、お前さんの仲間は生きてる。今のところはな。ああ。別々にされて、それぞれジョセフの家族に引き渡された。なんだと？取り戻したいんだろう。俺もだ。友人がさらわれた。問題は助けが来ないことだ。誰もここの状況を知らないし、気づいた時にはおそらく手遅れだろう。カルトに立ち向かう気のある奴らはいるはずだ。俺たちはその方法を教えればいい。レジスタンスを組織してな。まず手始めにこの島を確保するとしよう。そうしたら一息つけるだろう。それから先のことを決めよう。向こうの金庫に銃と地図が入ってるから持ってけ。お前がこの辺りに慣れた頃に無線で連絡する。はーい。あ、これほほー。外では気をつけろ。ペギーだらけだ。イカれた指導者のためなら何でもする連中だぞ。なるほど。はあ、よし行こう。これなんかあるかね。あ、はあ水槽電話だ。たちいないの？レイレイよ。レイレイ、レイレイ。何度も銃声が聞こえてくるし、あれは絶対落雷なんかじゃない。爆弾よ。何度もか。落ち着かない様子だし、これもペギーどもの仕業なんでしょう。どれだけ我慢すればいいの。とにかく手が空いたら連絡して。それとあなたも無事でね。ダッチ、あなたも無事でね。字幕が若干遅れてくるよね。ああ、長押しでホイール開く。なるほどね。刺さったよ。あ、投げることもできるんだね。ああ、鉄パイプでもいいじゃんね。ボコボコにしてやるぜ。まあ、これで上に行けると。開いたぜ。うわ、まぶっしゃ。うわ。さあ、行くぜ。すごいところで隠れてますね。よし、それじゃあ聞いてくれ。レジスタンスを組織するには知っておくべきことがある。方法は4通り。その1、カルトに捕まった人質を解放する。彼らはいい人たちだ。助ければ戦いに加わってくれるかもしれない。なるほどね。その2、今や各地に広がったエデンズゲートの建物を破壊する。奴らはここの島だけで礼拝場を2つも建てやがった。その3、レジスタンスの任務をこなす。他にもカルトと戦ってる人たちがいる。きっと協力してくれるはずだ。分かった。そして最後、
どうしても戦いたいならカルトの基地に行け。基地を解放すればレジスタンスにとってエデンズゲートを押し返すための強い足がかりになるだろう。なるほどね、わかりました。トゥー、この島一帯にカメラを設置した。ああ、役に立つものがないか目を光らせておこう。ひとまずお前は南に向かえ。カルトを見つけたら片付けろ。困ってる人々も助けるんだぞ、ダッチアウト。はいよ。ああ、なるほどね。ちょっとさ、ソースの確認をね、したいところです。まあ、これは石投げるやつですね。なんかマーク出てるな。なんだろう。この上に登る。おっと敵がいたのか。へぇ。保安官はどこにいる？ハチェ、罪人。どこでしょうね。おっと時間の無駄よ。この罪人が、プロが誰が、する。すごいぜ、今の。こっちだ。俺なんかのためにありがとう。解放するよ。ありがとうな。ってな。どうだ、このイカれた信者どもは手に負えないな。身を守りたいならボートハウスの近くに行くといい。おい、やめといた方がいいぞ。すいませんなんかでも柔道的に取ってくれるな、上を通ると。よし、マシンガンゲット。うん、リモート爆弾、そんなものが。ほほー結構あんだよな。あ、ダイナマイトだ。クラフトワール、腹ね。ちょっといいか。あ、ちょっと待ってくれ。はは、なんだい。このイカれた信者どもは手に負えないな。身を守りたいならボートハウスの近くに行くといい。プレッパーたちがいろいろ隠してるはずだ。オッケー。で、まあマップを見ることもできるのでね。プレッパーのハウスって、なるほど、ここか。行ってみましょうか。危なかった、ありがとう。どうも。若干字幕がね、遅いのか早いのかがよくわかんないけど、そんな感じになるよね。え？ここはなんだ？ん？ああ、まあいろいろあるんだよね。ファークライプライマルとかやってるとこういう草むらとかね、あるんですけど、素材がね。敵いる？敵いる？わからん。多分上にいるのかな。宗教のくせに随分銃が好きだな。ああ。急に話しかけんだって。まあ一応なんか、ここは制圧したよみたいなことになったのか。なんかあるかい？礼拝堂の場所だ。いろいろこういうのを見つけて、なんかその礼拝堂とかね、行かないといかんと。ねえヘンリー、今あなたが見つけた火災現場の木のそばにいるの。あのナルシストが何を目的に森スレスレを飛行したのかはわからない。でも空の混雑は収まったみたい。煙がかなり派手に上がってる。近くで調べてみないと。おい、やめてくれよ。誰かを探してるみたいに大勢が森に入って叫んでる。話しないついてくるんだ。関係しているかわからないけど、
特に何もないな。カルトが弾を買い占めたせいで仕掛かりが高くつく。ちょっと見てくるわ。そんな掃除してるよ。こっちだね。行ってみましょうか。行ってなんだい。読むく。地下保管庫にあろうとしたのが大きなバイブが破裂して全部目覚めたしになってたぜ。はぁ、みたいな。だからまあオーダーポンプを見てだが問題なさそうだ。ただそれを動かすための電源がない。ボートハウスの鍵を持っているのはお前だけだ。だからあとは頼んだぞ。まあ、つまりだからその水浸しになってるってよ。どういうこと？ああ、なるほど。なるほど。おっと、ついてるな、若いの。ここで。ここはプレッパー金庫があるロケーションだ。中に入ると、大抵は便利なものが大量に溜め込まれてる。そうなの？見に行ってみよう。何かあるかい？あ、なんかある。ここに行って。だーし。ああ、なんか下から入るだな。下から、登れるね。これで、開いて、ああ、これ鍵があって、入れる。鍵でしょ。で、開けるでしょ。ここも開くでしょみたいな。なんかお金がね、このゲームね、なかなかたまらないんだよね。今のでどうなったんだ？まあいいや。こっちでなんかやんなきゃいけない。あ、これか？すんごい水で。びっちょびちょだろうね。びっちょびちょだよ。水減ってってるね。オッケー。シャベルはいらないな。ちょっと待って。どうなってる？え？ああ、ここ壊れんの。なるほどね。それだけ？ハンドガンの弾。もっとあっと言わせたいならダイナマイトを作るのがいいぞ。ダイナマイト。すべてこの辺りの住民が備蓄してる。ボーガンか。作ってみろ。息止めて撃つみたいなね感じですね。今んとこ9発あるのか。いいぞ。ボーガンは音出ないしね。次どこ行きましょうかな。そこ解放したよね。なるほど。ここら辺の道を行ってみようか。ここ行ってみましょうか。あのボーダーズも、じゃあもう、何個か調べてみたいところです。なんかあるかもしれない。なんもないかもしれない。あるかもしれない。ないな。ないな。ないな。行こう。疲れちゃうよね。走り続けると。そこはブラスコビッチタイとはちょっと違うね。まあ、UBI さんだからな。某アサシンのね、ゲームを作られている会社でもありますよね。あれだな。おっと？スポッターができるんだよね。
二人いるのかな。二人だな。二人いる。よし。しゃがんで。なんかすげえ豚の声。あいつが裏行ったら倒していいところだな。よし。万全かどうかいずれわかるな。どういう、うわもう一人いんじゃん。びっくりしたな。もうよし、あとは後ろのやつだけか。なるほど。よう大丈夫かい。ああちょ待て危ない。よいしょよいしょ。ふっ、まあ矢は回収できるので、これなんか毒だな。ボワンボワンしてる。ボワンボワン。ん？ダメか。なんか爆弾で壊さなきゃダメか。バイ。ダイナマイツ。ん？ダメか。じゃこれで。で、礼拝堂破壊したぞ。くそ、後までカルトが男を捕まえるのをたった今見た。彼を助け出せば銃を手に恩を返してくれるかもしれんぞ。なるほど。あとは行くか。いいね。なにこれ、ニトロ。マジで痛そう。鳩場行くぞ。鳩場ってさっきのどこかな。よっ。完璧なんかそう原住民みたいになってるけど。さて、ここだな。どうだ。まだいるよね。どこにいるのやら。あそこにいるのか。へえ。この周りにいるやつは？ちょっと向こう回ってみないとわからんな。こいつらもっと貢献してればね。なんで？どこにいる？なるほど。忍んじゃうよー。はい。残念でした。保安官はどこにいる？ここにいるぜ。何が起きた？あ、外した。オッケー、危ねえ。めっちゃ弓外したわ。ネギ助けてくれ。助かったぞ。助けるよ。カルトネギ、今度は本気を出してやる。いいぞ。お、ルーク。雇うか。お目が高い。
なるほど。ちょっと待って、動物とかも雇えるんだね。はあはあ、いろいろいるみたいですね、仲間も。なるほどね。以上です。なあ保安官、これで相棒ができたんだ。相棒だ。二人で森林研究所に向かってくれ。あそこはカルトが占拠していてな、祝福の保管所に使ってる。奴らを片付けてもう黙ってないぞと意思表示してやれ。はい、その前にあの二人を倒してみよう。待て、撃つなよ。振りじゃないぞ。どうなってる？移動する。みんな後ろ向いてますな。なるほど。解除。ここ丸見えだな。やばいぞ。後ろに回ってったね。あれやばい。よし、いい角度に移る。上に登っていった。それとも気のせいか。気のせいです。いて、はい、どうよっぽっいて。よし、いたいよ。まあなんか自動的に回復するから待ってれば回復はするんだが。またか。はよ。イエーイ。最高の花火だっただろ。まあ目的地はあっちなんだが。さて、いただくもんはいただきたいぞ。じゃあ待て、これじゃないんだぜ。持ち運んで、下ろすと。別に何もないんだけど。別に何もないな。めちゃくちゃ突っ込んでったスタイルだったね。突っ込んでくスタイルだったね。さて、マップを見てみましょう。あ、なるほど。現在使用できないなってる。ファストトラベルできるらしいんだけどね。できない。ガラクタを有効活用するのは最高だよな。そうだな。最高だぜ。順調かな？今のところは。まだチュートリアルだからね。なんか随分高いところにない。いるか。いるみたいだな。攻撃を仕掛けように。ああなるほどね。移動させられる。ああ、ここなんかゴーストリコンっぽいっすよね。ゴーストリコンも作られている会社なので。どうだ、エズリスはこれ銃構えなくても見れるんだけどね。あ、ちょっと待って待って。めちゃくちゃ今いたぞ。いるね。結構いますね。マジで。どう攻める。あそこにかなりいるよこれ。5人ぐらいいるよね。1人5人だね。今のところ認識できるのは5人。よし。うわぁ。結構いるなぁ。
一撃。俺はジョセフに出会って初めて何かの役に立てたんだ。ジョセフ・ジョースだ。一撃よ。さて、あと二人か。汚れた人殺しを捕らえろ。おっと、バレたな。だが警戒している。姿は見えんだろう。好きな手にはやらせねえぞ。上等だ。これなり。さあよ。はい。残念だ。さあ。してくれ、お願い。本当に助かった、ありがとう。ちょっといいか。なんだい、こいつだよね。もう何週間もカルトが島の周りをうろついてるんだ。ああ。古いレンジャーステーションを拠点にしようとしてるみたいだな。レンジャーステーション、来た。本当に助かった。ありがとう。お礼か。礼には及ばん。やつらを無事のめすのが私の仕事なのでね。さて、この屋根に登るっていう。まあ、ファークライプライマルもね、弓矢とか。何これ？ああ、なるほど。特に何もねえな。気持ちいい。そうだな。こんな連中がいなければもっと気持ちいいだろうよ。では、お次。あ、ここね。レンジャーステーション。音楽のことだ。そうかい。ではレンジャーステーションに行ってきまーす。どう、車とかマジないのか。島を歩き回るのも疲れるんだよ。よいしょよいしょ。あだだだって、なかなかですよ。さあ近づいている。ここかな。これ別に何もないね。後で弾丸をあさっとかんとな。そうか、弾はやばい。よし来たな。敵いるかな。スポット、お、やべえ。いきなり出てきたよ、あの人たち。おほぉ。おい、ペギーがいる。待て。もっといい角度に移る。あ、やばい、人質がいるのか。ということは？
まずあいつを倒さないと。他どっかにいたいです。よし、腕を萎縮、腕を萎縮してろよ。ああ3人か。おやすみ。気の毒にな。魂をいただくぞ。あった、どこに行くつもりだい。出てこい。終わりにしようぜ。ちょっと見るって意味わかる。バレる前に倒す。やだり。おっと危ないぜ。なかなかだったら。拠点を解放したようですね。シルバーライクレイクって書いてありますね。あれ、さっきの人質さんは大丈夫か？本当に助かった。ありがとう。話したよね。ああ、若いの、感動したぞ。お前さんには思った以上に闘争心がある。ね。もしかしたら、本当にこのレジスタンスを率いる日が来そうだ。次は無線信号の件を片付けよう。俺の無線が繋がらなくてな。島の外にいる連休と連絡が取れなくなってる。南岸付近の電波塔が壊されたに違いない。その対処に当たってもらえるか。オーケー。なるほど、バットか。逃がす曲だ。エロバランス、おう、アドバイスになるかわからんが、やはりシード家は何の権利も持ってない。駅は国有地に建てられたものだ。しかし連中は何だってあたりをうろつき、なんて言ってたかな。あ、そう、エデンズ、測量をしてるんだ。とにかくあのエデンズゲートから来た連中は不法侵入で訴えられる可能性がある。字幕が早いな。連中が変わっていて非社交的なことは知っているが、君が厳しい態度を取れば手を引くだろう。だからね、軟弱な連中のどこが危険だって。英語の方が早く終わるってことなんだろうね。字幕の速度からしてみるとそうなのかな。わからんな。この人は喋れないのね。道具を使わない人間はいない。そうだね。器用な奴は有利だし、常に誰かに必要とされる。お宝みたいなもんない？何かないかな。別に何もないね。ここが壊れるわけでもない。何かあるわけでもない。くそ。まあいいや、まあ、ここは拠点になったよっていうだけですね。次はここですね。電波塔に向かうよ。電波塔か。なるほど。はい。というわけで、まあここの拠点を制圧したのでいいところですね。霧が。次はまあ電波塔に向かいましょう。それではね、今回はこの辺にしたいと思います。それではまたのご来店お待ちしております。